お疲れ様です。アストロです。今回は少しだけアクアテラな洞窟風レイアウト水槽第1回目です。それでは早速よろしくお願いします。記念すべき第1回目はですね、水槽を撤去して新しく買った30センチキューブに移し替えると、そういった作業になります。どうぞご覧ください。普段から半袖で過ごしているわけではないんで、その辺は誤解のないようにお願いします。水槽で水槽を触って濡れるから仕方なしに半袖なだけであって、ちゃんと寒いですから、これ我慢してます。今回使った肥料は、その辺にあった肥料を置きました。ただ単に、イニシャルスティックが見つからなかったっていう、それだけです。BGM も変わりまして、ここからソイルを入れていきます。この水草市場はですね、隣に映っておりますメイン水槽を立ち上げるときに余ったやつを使っております。大体わかると思うんですけども、全然足りなかったっていう、びっくりするぐらい足りなかったですね。これもね、いい思い出ですよ、本当に。パッと見あるように見えますが、奥の方なんて本当に厚さはですね、5ミリから1センチぐらいしかないですからね、これね。そしてこの小粒のソイルはですね、結構年代物、そんな年代物でもないかもしれないです。1年半ぐらい前に買ったやつがですね、実はまだ残ってたんですよ。なのでまずこれをちょっと足しました。全く同じこのソイル、実はこれは隣にあるメイン水槽を立ち上げるときに買ったソイルなんですけど、実はですね、先ほど一袋目で使ったやつで十分こと足りたんですよね。なんで新品のままこの3ヶ月4ヶ月ずっと眠ってました。これで、これを全部使いました。大体ですね、普通は使うはずの普通のサイズのソイルが今回割合的に、1としたら、上に敷くだけのパウダーソイルが、大体もう、4倍から5倍ぐらいあるという、ほぼほぼ、小粒ソイルで、提唱は小粒ソイルです。いよいよ新しい水槽に水を入れていきます。もちろん使う水は隣にあるメイン水槽からもらいました。
ですね、この光景がもう本当に大好きなんですよね。これから起きることはもう希望しかないみたいな。で、あとこの、なんていうんですか、気泡のライン、これもですね、大好きなんですよね、これね。そんなこんなで本日の作業は終了です。手前に見えるウィローマス、あと奥にあるですねアヌビアス7は水草ストック水槽を撤去した時にこっちに持ってきました。このアヌビアス7はですねちょっと思い入れが深くですねどうしても手放せれないそういう水草です。でこのピグミーチェーンサジタリアスとか、まあ、そんな名前の水草はですね、まあ、結構以前から、気になっていた水草です。まあ、以前ってどれくらいかっていうと、まあ、大体10年ぐらい前ですね。というわけで、今回の動画は以上です。いつもいつも最後までご視聴ありがとうございます。それではまたね。